これはある町役場で働く若い男性が学んだ人生の尊い教訓物語です。彼の相談役である年配の職員は黙々と働き、あらゆる業務のスキルを磨くよう彼を指導しました。厳しくも優しい相談役は窓口業務から税務まで男性に指導を続けました。10年後、相談役は退職、若い男性は相談役から受け継いだ勤勉な姿勢を糧に一人前の職員として活躍し始めました。住民からの複雑な相談も丁寧に対応し、同僚の質問にも親切に答え、時には残業も厭わず働きました。しかし時折彼は相談役の教えを守り抜く中でどこか心にぽっかり穴が開いたような不思議な感覚を抱いていました。ある日彼はもうしわがれた老人となった相談役を訪ねました。老人は縁側で日向ぼっこをしながら趣味の盆栽の手入れをしていましたが、彼が不幸せそうなのを見て何が悩みなのか尋ねました。若い男性はため息をつき心の内を打ち明けました。私はここ数年あなたの指示通りにやってきました。どんな仕事でも黙々と集中して取り組んできました。役場で良い仕事をし習得できる技能は全て身につけてきたことは分かっています。新人の指導も買って出て休日出勤の要請にも応じてきました。でも理解できないのは、私ほどの経験も能力もない人たちが皆昇進しているのに私は見習い時代と変わらない給料のままだということです。老人は盆栽の枝を整えながら尋ねました。君は本当にあの役場にとって不可欠な存在になったと確信しているのかね。若い男性は迷わずうなずきました。老人はしばらくして若い男性の方を向いて言いました。どんな理由でもいいから休暇を申請しなさい。君には休暇が必要な時期だ。その言葉に若い男性は驚きました。ずっと変わらない給料のまま努力が報われていないと感じていた彼にとって休暇を取ることは贅沢に思えたからです。しかし老人の真剣な表情を見て彼は休暇が必要だと理解し始めました。心と体をリフレッシュすることで再び自分の価値を見出すことができるかもしれないと感じたのです。彼は老人に感謝しすぐに休暇申請をしに立ち去りました。1週間の休暇を取って仕事に戻ると課長が彼を事務所に呼びました。課長は彼が不在の間に役場の業務が滞っていたことを告げました。君がいなかった間てんやわんやでね。特に複雑な許認可申請や住民からの苦情対応で混乱が生じていた。課長の言葉には彼の存在が不可欠であることを再認識した様子が現れていました。彼は驚きと同時に心の中で温かい感情が広がりました。自分の努力が評価されていると感じ、これまでの不安が少しずつ解消されていくのを実感しました。それからというもの彼は定期的に有給休暇を取るようになりました。一度は2週間の長期休暇も取得しました。休暇を終えて職場に戻ると案の定彼のデスクには山積みの書類と対応に困った同僚からのメモが散乱していました。彼がいないことによって初めて彼がいかに役場にとって重要な存在であるかが社内に浮き彫りになったのです。彼の能力と責任感の大きさを改めて認識した課長は感謝の意を示し、良い仕事を続けるよう励ますため彼を主任に昇進させることを決めました。同時にそれに見合う給与の増額も通達されました。ある日彼は再び老人を訪ねました。縁側で日向ぼっこをしながら盆栽の手入れをしている老人に彼は最近の変化を話しました。おかげさまで主任に昇進しました。同僚たちは私が不在の時に懇談し、私が役場に不可欠だと再認識したようです。今では私がいないと仕事が回らないとまで言われていますよ。ようやく私の本当の価値を皆が理解してくれたんですと彼は興奮気味に語り、喜びを隠しきれない様子でした。老人は静かに言いました。それは良かったね。要は
常についている電球に誰も注目しないってことさ。電球が消えて初めて、人々は突然気づき、その存在の大切さを理解する。君の場合もそうだった。役場で問題なく仕事が回っていた間は、君の貢献は当たり前のように思われていた。君が不在になったことで、初めて君の価値、そして君の仕事ぶりが見直されたんだ。しかし、気をつけなさい。それに慢心し、周囲を見下すようになれば、人は真の価値を見失い、いずれ足元を救われることになるだろう。老人は盆栽の小さな枝を丁寧に剪定しながら、まるで彼の未来を暗示するかのように続けました。過信は、成長の芽を摘み取ってしまうものだよ。しかし、男性は楽観的な様子で、大丈夫です。私は自分の価値をきちんと理解していますし、これからも努力を続けてさらに上の地位を目指します。それに、私が少し休んだくらいで仕事が回らなくなるようでは、同僚たちもまだまだですね。私が指導して、もっと彼らを成長させないといけません。と自信満々に答えました。そして足早に去って行ってしまいました。彼を止めようとした老人の表情は、どこか心配そうな影を帯びているように見えました。そしてある寒い冬の朝のことでした。最近また、週に一度は休暇を取っていた彼は、いつものように役場に向かいました。しかし今朝はいつもと様子が違いました。セキュリティゲートで職員証をかざしても、赤いランプが点滅するばかり。何度試しても反応は変わりません。申し訳ございません。警備員が申し訳なさそうな表情で近づいてきました。システムによりますと、あなたの職員証は先週金曜日付で無効になっているようです。何かの間違いでは、私は主任ですよ。部署になくてはならない存在なんです。彼は大きなショックを受けました。信じられない思いで、人事部に確認に行きました。人事担当者は、彼の解雇理由を説明しました。今日課長からも連絡があると思いますが、あなたが長期的な不在であったにより業務に支障が出ていたため、代わりの人材を雇用せざるを得ない状況でした。昇進はあなたを引き止め、業務に注力いただく一つの施策ではありましたが、他に人材が見つかりましたため、役場としてはあなたの雇用を継続しないという判断を下しました。携帯を確認すると、そこには長期休暇中にたまった課長からの度重なる通話履歴が残っていました。どうしたらいいのかわからず、なぜこんなことになってしまったのか理解するために、彼は老人の元を再び訪ねました。老人は庭で掃除をしていました。仕事を失いました。彼は突然の解雇の事実を言葉にするのがやっとでした。数ヶ月前に主任に昇進したばかりなのに、なぜこんなことになったのか、自分でもまだ実感できませんでした。役場から解雇されたんです。理由は、業務効率化だと言われました。私の仕事は、すでに他の職員でカバーできる体制が整っている。と、彼は、悔しさと怒りを抑えきれずに、声を詰まらせました。あなたの指示通りに、すべてやったはずなのに、老人は掃除の手を止め、首を横に振りました。実は、そうではない。君は教訓の半分しか聞いていなかったからだ。そして、ゆっくりと話し始めました。前、常についている電球に誰も注目しないということは、すぐに理解したようだね。電球が消えて初めて、人々は突然気づき、それを当たり前に思っていたことに気づく。君はその部分を理解することに熱心になりすぎて、教訓の後半を聞き逃し立ち去ってしまったのだ。後半とは一体何だったのですか？若い男性は大きな間違いを犯したかもしれないことに気づき始め、つぶやくように尋ねました。老人はゆっくりと説明を始めました。前半の教訓、常に点灯している電球には誰も注目しない、君の貢献が当たり前のように見過ごされていたことを示している。それは事実だ。しかし、後半の教訓は、それ以上に重要なのだ。それは、
その電球が頻繁に消えるようなら、いずれはより信頼できる電球に交換されるということだ。考えてみろ。誰がいつ消えるかわからない、頼りにならない電球を大切な場所の照明に使いたいと思うだろうか。役場は24時間365日住民のために機能し続けなければならない。君が役場にとって不要な存在だったという意味ではない。君が懸命に努力し責任感を持って仕事に取り組んできたことは私も知っている。しかし君が不在だったことによって組織は君の仕事ぶりを改めて見直す機会を得た。そしてより効率的なシステム、より信頼性の高いシステムを構築できたのだ。君の仕事は確かに必要とされていた。しかし君は組織にとって不可欠な光ではなく、容易に交換可能な電球だったということだ。それは君の能力を否定するものではない。むしろ君の仕事ぶりを客観的に評価し、組織全体の改善につなげるための必要な過程だったのだ。自分が当たり前だと扱われることは当然に許してはいけない。自分の存在価値を常に自覚し、努力を怠ってはいけない。でもそれと同時に、物事が思い通りにならないからといって全てを投げ出してしまってはいけないのも事実なんだ。全てを投げ出すと人は他の対象を見つけて、君は代替されてしまう。人生は常に試練と成功が交互に訪れるものだ。人生にバランスを見出せば、人生も君にバランスを与えて報いてくれる。困難を乗り越えることで人は成長し、より豊かな実りを得ることができるのだ。続けて老人は静かに、しかし力強く、若い男性の心に訴えかけるように語りました。しかし私たちの人生には唯一交換不可能な関係がある。君は家族や親友が当たり前のものだと思ってはいないか。彼らは常に君のためにそこにいる。まるで空気を吸うように、太陽が昇るように、君は当然のことだと思っているかもしれない。しかしある日彼らが君の目の前から突然いなくなったらどうなるだろう。かけがえのない存在を失って初めてどれほど大切な存在だったか痛感するだろう。彼らは他の人に代替できるだろうか。できないだろう。友達や家族が目の前からいなくなった時に、初めて彼らが自分たちにとってかけがえのない存在だったと気づく人はとてつもない愚か者だ。今日、人生で彼らに恵まれていることに感謝し、その思いを伝えなさい。君が彼らの存在を当たり前に思っている限り、彼らの価値を見失ってしまう。また、それは彼らにとって、君が他人と代替できないのと同じだよ。だからこそ、日々の中で感謝の気持ちを忘れず、彼らとの関係を大切に育んでいくことが重要だ。君が彼らにどれだけの影響を与えているか、どれだけの愛を受け取っているかを意識しなければならない。人生は常に変化する。君が大切に思う人々との絆を強めることで、君自身も成長し、より豊かな人生を送ることができる。彼らがいるからこそ君は今ここに立っているのだ。だから彼らには家族や親友には常に感謝し、愛を示すことを忘れないでほしい。老人の言葉は若い男性の心に深く響きました。彼は自分の周囲にいる人々の大切さを再認識し、これからの人生において感謝の気持ちを持ち続けることを決意しました。